昨日、お店で必要品を探していたら、3から4歳くらいの男の子が、べそかいて、父親におもちゃをねだっていた。これ買って。父、救急車はいっぱい持ってるでしょ？子、うえん、涙。父、泣いてもダメ。子、悲しそうに泣きながら、どれにしようかな。父、ちょ、買わないって。どれにしようかな？じゃないの。最近、よその子の会話を盗み聞くのが、趣味と化している怪しい私。